アイスちゃんは電力会社旧社と大金工業、日立製作所、三菱電機、三菱重工業が共同開発した氷蓄熱式エアコン、エコアイスの東北電力における CM キャラクター。キャラクターデザインは漫画家の渡辺義友が手掛けた。ペンギンをイメージした防寒棒とコートを着た推定年齢10歳前後の少女。常に丸々とした体格のペンギンを おともに連れている。1999年の各班キャンペーン限定のキャラクターだったが、インターネットを通じての口コミで、その存在が東北電力管轄7県の外にも広まり、雑誌 SPA が1999年12月22日号で結果を公表した裏キャラクターベスト10で1位を獲得するまでに至った。正式名は、 渡辺義友によって命名されたアイスちゃんであるが、こう呼ばれることは稀であり、エコアイスちゃん、エココ、エコシと呼ばれることの方が多い。正式名がまだなかった頃、インターネットで自然発生的につけられた通称が定着したためで、ある。アイスちゃんを扱った、同人誌、同人ゲームは数多く作られた。2000年からは、エコケットという同人誌即売会が行われ、 2004年11月3日の最終回まで全10回が催された。2001年頃、当時、アイスちゃんの半権を管理していた白戦車から渡辺義とも描き、おろしのイラストファンブック集が刊行される予定であったが、初般の事情により発行中止となっている。この流れを受け継いだアイスちゃんファンの手による、 同人誌がエコケットの開催に合わせ記念本として制作された。よく誤解されているが、アイスちゃんはデジキャラットの登場人物ではない。このような誤解がされている背景には、エココという通称がデジコと類似していること、アイスちゃんの衣装がデジコたちのそれと並んでも違和感がないこと、前述の SPA の人気投票での任意がデジコだったこと、エココでファイト、 はじめ、多くの動人誌、動人ゲームウェブコミックなどで共演する機会が多いことなどが挙げられる。ありがとうございます。